はい、どうもー。カメコントです。お願いします。で、毎日頑張っていきましょう。ね、トミーです。はい、カンです。チートス食いすぎてさ、もう、こう食うよな。はまきなんじゃねえかぐらいの、ね。こう。よろしくお願いします。すいません。絶対に検索してはいけないサイトってあるじゃないですか。うん、暗黒工房。暗黒工房。あんまり今までやったことないぐらいの、うん、まあ、怖いサイトなんですけど、うん、そうね、またね、YouTuber に、うん、優しいっていう優しいらしい特化してるらしい。はい、なんでちょっと見ていきたいと思います。はい、聞いたことないな、でも、うん、これお、よお、うん、始まりはいつも明るいものとは限らない。だが始まりは暗かったからといって結末も惨めで暗いものとは限らない。おお、いいこと言ってる。なんかね結構ね、中身ありそうな感じあるよ。ビジュアルホラーサイト、ビジュアル系みたいな、うん、ホラーを楽しむページです。若干お笑いの要素が入っています。オリジナルの素材、ゲームなどを用意しています。ホラー、ダーク、聞くとネガティブな印象を持たれる方も多いと思いますが、うん、安心してホラーを楽しめるようなページを目指しております。おぉ、いいね。ダウンロード、あ、このフォントがダウンロードできるんだ。あ、動画内も、うん、この文字がこれに変わるかもしれない。面白い。いや、編集者のために怖い動画にできるんだ。そういうなんかそのテロップで僕俺のツッコミとかが怖くなる。そういう怖い動画の幅が広がるってこと。ここに来ると、 そこに来るとめっちゃいいじゃん。 YouTube は素材もありますよ。使っていい素材って。なるほどね、すごいじゃん。すごくない？うわぁ、これ使っていいんすか？めっちゃいいじゃん。流血アルファベット。おぉ、点数も上がっちゃうから。おぉもいいね。おぉもだからそのダメージがそのもうすごい流血のゲーム。嫌なおみくじ聞いたことないもんな、うん、YouTube 上で。食うなよ。嫌だあー怖い。ちょっと嫌なおみくじやりますね。はい。ん？どれが引けってことか。ちょっと、これいくわ。あ、うん。嫌だな。嫌だな、これ、ほんとに。いきます。うん。ちっちゃいのにしようかな。代表、代表。嫌だな。え、そういうこと？うん。世界人類が全て死にたいとも、あなただけは死にません。死ねません。嫌だな。無限の時を永遠に苦しみ続けるのです。一人で苦しみ続けるのです。ああ、悲しき姿。待ち人、誰も来ません。縁談、誰もいません。やだ。大凶だなぁ。やだな。大凶だなぁ、お前。じゃあ、お前行こう。今日、噛みやすいで少しずつ体を削る。今日、そんな悪いの？なかなか死ねませぬ。苦しみまする。下から削られ、残ったあなたの顔は、世にも無言らしき悲しき姿。幸運の行動、歯の中に、青酸カリをしこたま、仕込むのがよろし。はい、要するに死ねるってことだね。すげえ強だな。めちゃめちゃ強じゃねえか。別物あるのかな。おお、中吉、よし、中吉読みます。はい、お願いします。頸動脈をナイフで切られて死にまする。ホラー映画の主役になろう。お、すごいじゃん。え、なりたい。壊れたストーリーって書いてあるよ。主演、映画にしてあなたの名前もよくしてください。はい、カンタ。カンタで、トミー？はい。なれんのかな、ほんとに。私が主役よ。入浴しましたら、このボタンを押してください。うん。カンタさん主演映画、地獄のカンタ、最後の7日間。厳しいな。はいはい、もう頑張ろう。美しき女子大生カンタは、女子大生なんだよ、お前は。いいだろ。美しき女子大生カンタは、都会で暮らす住民の間で、ね、語り継がれてきた都市伝説を研究しています。おぉ、ちょっと近い。ちょっと近いよ、なんだろう。近くないよ。女子大生じゃねえよ、お前は。彼女の周囲で謎めいた連続殺人事件が起こりそう、うん、起こり、その手口がある一つの都市伝説と全く同じだと気づく。うん、そしてカンタが鏡の前で、トミー、うん。トミー。禁断の名を5回繰り返して、お前禁断の名なの？突如巨大なトミーがじっくりと読書を始めた。分裂カンタは5体バラバラ。お前はちょっと分裂したかもしれない。ドラゴンボール的なってことか。まあそういうことだろうな、うん、トミーとカンタの運命はいかに。いや、だいぶ運命さかるだから宣伝みたいなことね。だからね、はい、ワルシャワで工業成績1位、
地獄のカンタ最後の7日間絶賛上映中、同時上映、うん、パルプカンタションもお楽しみに。パルプカンタションって何？多分恋愛映画だろうな。美しきカンタだからな。うん、暗されてる。おい、タイトルが強えな。じゃあちょっと僕から占いますね。うん、よいしょ。これは悪いやつなのかな。タロット占いやったらいきますか、はい、未来の状況ぐしゃぐしゃミンチ。お前手段対策バンジージャンプすべし。お、しましょう。いや、本当にやめて。はい、じゃあお前行け。はい、来た。全人類を殺戮し一人天下未来だそうです。お前なんかいいな。お前それをいいって言ってんのやばいぞ。人を殺すのはオッケーみたいなのが出ちゃってるからやめて。しかも今はもうすごいよ、テロップもそういうので出してる。お前超読みづらいぞこれ。読んでみよう。お前これ頭から。はい、いきます、うん、上から次々と現れる妖魔をクリックして潰してください。めっちゃやめんじゃない。来たの消していく。そしたらずっとできるよ、うん、できなかったら意味わかんない。結構頑張ってる。あーばい、惜しい。おーっと、あと200、え100、1200ぐらい。あ、1200ぐらいか。うわ、ちょっと頑張ればいけるぞ。多分簡単だろ。本当にマジやってるじゃん。もう喋んなくなってるじゃん。すごいすごいすごい。もう多分行くぞこれ1万点。行ってるだろうな。もう全然余裕だもん、集中したら。うん、よし。おー、すごい。妖魔退散、除霊成功。あなたは見事な祈祷師です、はい、ありがとうございます。が、あ、え、おのれこの恨み晴らさ、え、来た、最終進化版来た。読めなかったぞ、うん、この恨み晴らすみたいな感じでしたね、うん、じゃあもう次のステージ。もう終わりだ。はいはいはい、早いよ。うわ、こいつだけしかいねえ、こいつだけしかいねえ。おー、よし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 。俺、もの、俺の、こいつくんじゃないの。きたー、上のステージ。あ、よし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 。あー、こいつきた。おい、最後。お、あし、答えくなしで真っ向勝負。こいや、なんかでかくない？あの、画面自体でかくね。だからその移動距離が長いんで。もう、うざ。やっ、ああ、今までにない追い込まれ方。いや、こいつはやばい。やばいやばい、ほんとにやばい。右も伸びてる。やばい、きつい。おー、痛い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 。すごすぎる。ありがとうございます。勇者よ、真の勇者よ。よくぞ、妖魔潰しを。うん、全面クリアした。ありがとうございます。あなたのマウスさばきは素晴らしい。きっとあなたがマウスをさばけば天が割れ、うん、海が荒れ狂い、マグロも与えられた。勇者をちょっとちょっと冴えないけど、ちょっと冴えないってお前。これがだから俺なんだろうな、多分。うん、いや、すごいよ今の動画これ。今の動画すごいよ実はね。実はすごいよ、うん。すごい楽しませていただきました。これすごいね、このサイト、うん、よかったよかった、まあ、今までになくなんかそのフォントとかもらえるっていう謎のね。なんか YouTuber 呼んでたみたいな、うん、はい、あのこのサイト自体はリンク貼っとくんでね、まあ、チェックしたい人がいたらさっきのゲームとかもあるんでね、うん、はい、やってみてください。お願いします。ということで以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。